皆さんこんにちは。こんにちは。マネー&ユー TV の頼藤大樹と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、はい、住宅ローン減税中はイデコに加入しても節税効果はないは本当か、イエーイ。というわけで、はい、検証動画になります。検証動画です、はいはい、ところで僕たちはですね、こちら2つの書籍の著者でございます。著者でございます。はい、初めての兄さんのイデコは11釣りということで、はい、もう間もなく12釣りが来るんじゃないかなといったところですね。皆さんのおかげです、はい、ありがとうございます。で、初めての資産運用は今新刊でね、はい、発売中なんですけども、はい、こちらも積み立て兄さんやイデコについて解説しておりますので、はい、まあ、よろしければ見ていただければと思います。というわけで本日の本題ですが、はいはい、住宅ローン減税中だとイデコに加入しても所得控除の節税効果はないのか、まあ、こういった質問がね多いんですよね。多いですねこれはね。はい、はい、でこちらアンサーとしてはなんですけども、うん、はい、年収所得控除、住宅ローン残高、返済期間などによって節税金額は変わってくるんですけれども、はい、イデコ加入で一定の節税効果は得られるという回答になります。なんか前向きなね、うん、アンサーになりましたね。はい、はい、でところで住宅ローン減税ってなんだっけっていう方もいらっしゃると思いますので、はい、概要を、ね、作ったのはこちらでございます。はい、はいはい、で下にねチェックマークでコメントしておりますので、そちらを、ね、はい、読んでほしいんですけども、うん、まあ、簡単にざっくり理解するとすれば、毎年の住宅ローン残高の 1% を10年間所得税から控除できるよって言ったところですね、うんうん、はいはい、で所得税で控除しきれない分は住民税からも控除できるといったものになっております。これポイントですよね。はい、はい、で住民税から、ね、控除上限額ありとあるんですけど、それが、ね、表の赤くしているところで、はい、年間13万6500円というのがこれ上限です。はい、ただ、ね、括弧のところも重要で、はい、前年度課税所得 ×7%、うんうん、だから前年度課税所得 ×7% と13万6500円で低い方が採用されるというふうになりますね。はい、はい、こちらね理解していただければと思います。はい、はい、そしてイデコの概要もまとめておきましたが、こちらですね。はい、はいはい、まあ、いろいろと細かく書いているんですけども、うんうん、イデコは過去の動画でもね解説しておりますので、うん、そうですね、詳しくはね、はい、こちら見ていただきたいんですが、はい、ざっくり理解するとすれば、はい、イデコは税制がすごいんですよね。そうですね、はい、掛け金が全額所得控除になって、はいはい、運用中も運用益が非課税になるということです。はい、ただし条件があって60歳以降になるまで引き出せないっていうのがありますね。はい、まあ、だからこそ強制的に老後資金をね貯められる制度でもあるんですけどね、うん、はい、はい、じゃあこれを踏まえて、うん、はい、住宅ローン減税とイデコ併用で節税になるのかシミュレーションしてみましたということで、はい、はい、今回3パターン、3パターン、はい、やっております。はい、まず1つ目がですねこちらですね、はい、年齢は33歳、埼玉県在住、うん、はいはい、年収350万円、うんうん、所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみと、はい、でローンは30歳に借り入れをして、うん、3000万借り入れたと、うんうん、そして元利金と返済で35年ですね、うん、でイデコは33歳から月1万円の加入ということですね。はい、はい、こちらを元に試算したらこちらです。じゃん、はい、まずですね右側が住宅ローン減税だけの場合です。はい、で左側が併用した場合といったところで、うん、はい、見ていただくとですね、はい、そもそもこちら所得税っていうのは0円じゃないですか。はいはいはい、うん、でも住民税のところだけちょっと数字が違いますよね。うんうん、はい、だからですね、うん、イデコ加入で所得税は0円なので節税効果はないんですけれども、はい、住民税は3600円程度が節税できるといった、ね、結果になりました。いいですね。うん、だから一定程度効果はあるっていうことですね。うん、はい、そうですね、まあ、あくまでも所得控除が、ね、この2つだけのみっていうのもあるので、うんうん、はい、必ずではないので、ね、そこだけ、うんうん、ご理解して見ていただければと思います。はい、まあ、この条件でってことですね。はい、そうですね。うん、そして次の条件ですね。はい、で赤くしているところが基本的に変えているところですね。はい、はい、年齢35歳、東京都在住に変えました。はい、そして年収500万円で、うん、ローンは30歳に借り入れで3500万円。はい、でイデコは35歳から月2万円の加入ですね。うんうん、2万円、はい、はい、企業年金なしの会社員の上限額が2万円になっております。はい、はい、こちら元に試算したするとですねこちらになります。うん、はい、はい、右側が住宅ローン減税だけと、うんうん、で左側がイデコも併用するということで、はいはい、見ていただくと、うん、はい、さっきのと同じで所得税そもそも0円なんですよ。うんうんうん、だから、はい、イデコ加入で所得税は、ね、節税効果っていうのはないんですけども、はい、住民税は24万円 ×10%、はい、まあ、住民税率って一律 10% じゃないですか。そうですね、はい、はい、だから2万4000円分が節税できるという結果になりました。
24,000円って結構ね、大きいですよね。そうなんですよ。そう、先ほどのね、住宅ローン減税の概要に書いてありましたよね。はい、そう、住民税っていうのは上限額があるから、うん、ゼロにしづらいんですよね。そう、なかなか難しいっていうところがあって、はい、だからイデコに入っても住民税の軽減効果は出てくるということになりますよね。はい、はい、続きまして最後ですね。最後、はい、今度は年齢が41歳で、はいはい、年収が800万円ですね。はい、でローンは38歳から借り入れで4500万円になっております、はい、で年齢がちょっとね38歳なので、あの返済は30年間にしました。なるほど、はい、でイデコは41歳から月2万円の加入っていうふうにしております、はい、資産結果こちらです。じゃん、はい、右側が住宅ローン減税ね、はい、してるだけで、左側が併用してるといったところ で、はい、でちょっと注意点がありまして、はい、実は40歳から介護保険料の支払いがありますので、社会保険料もねちょっと増えてるっていうのを見せております。はい、はい、これを踏まえて見ていただくと、はい、はい、イデコ加入で所得税は24万円かける 20% 税率なので4万8000円ですね、はい、うんうん、で住民税は2万4000円分が節税できるといったことで、なるほど、所得税住民税の節税効果がありましたよということです。ありましたね。そうなんですよ、はいはい、うん、ね、まあこれはね年収が800万円でも住宅ローンのねこう残高を結構増やしてしまうと、うん、まあ、住宅ローン控除の金額が増えていくので、はい、まあ、また違った結果にはなるんですけども、この前提条件だと節税効果出ましたよといったことになりました、はい、なるほど、はい、はい、じゃあこれを踏まえて結論に行きたいと思います。結論、はい、年収所得控除、住宅ローン残高、返済期間などによって節税金額は変わるんですけれども、うん、はい、イデコ加入で一定の節税効果が得られましたということですね。得られましたということですね、はい、はい、そして、うん、イデコの所得控除の節税効果あまりないんだよっていう方はですね、うん、積立NISAから始めるのがいいんじゃないのかなと思います、はい、はい、最後ですね、イデコの所得控除の節税効果があまりない人でも、はい、毎月の積み立てに余裕があるんだったら、はい、積み立てNISAに加えてイデコにもね運用益非課税がありますので、うんうん、始めようといったことでございます。そうですね、まあでもいろいろの結論としてはですね、いろいろまあ人にそれぞれ条件はあるにせよ、まあ住宅ローン控除中でも節税になる可能性が大ということでございますかね。はい、ありがとうございます、はい、高山先生、はい、はい、はい、まあこんな感じでね、はい、まあどんどんマネアン TV でね、あの検証だったりとか有益な情報を配信していきたいと思っておりますので、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、あと高評価もぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、僕たちツイッターやっております、はい、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、 See you。